この前ハリーポッター見たんだけど。ああ、俺がおすすめした映画やろ。うん、見たけど面白かった。面白くないわ。嘘や。てか、よくおすすめしてきたよね。え、そこまで言う？てかさ、あんたあんなの見てんの？いや、そう見るやろ。見んなよ。100歩譲って見るのはいいとしてさ、彼女におすすめする映画じゃないから。今どこてんの？どこで見たの？映画館。キモッ。映画館で見んなよ。いや、迫力ある方が絶対おもろい。迫力求めんなよ。テレビとかでもやってるけど。気持ち悪いわ。ごめん。今度さ、あの夏にハリーポッターの世界観が味わえる施設ができるらしいんだけど、それ一緒に行かへん？行くわけねえだろ。誰が世界観味わうんだよ。え、そんな怒ること？え、思わなかった？そんなに主演の人は名前ダニエル・ラドクリフ。あ、そう、出てないじゃん。いや、出てるって。出てないし、エマ・ワトソンだって出てないし、なんなの？え、出てるけどな。でもストーリーはおもろかったよ。面白くないわ。あんなが合ってないようなもんだろ。え、だってほら、男の子が魔法学校のエロアーツに入学して。え、ごめん。何？エロアーツ？え、もしかしてエロポッター見てない？エロポッター？ 2 作目？